はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、皆さんは封印されしエクゾディアというモンスターご存知でしょうか。まあ、これ知らないやつは遊戯王をやめちまえみたいな話あるんですけども、このエクゾディアというモンスターはこのパーツが揃うとね、デュエルに勝利するっていう、まあ多分なんか遊戯王してない人でも知ってんじゃないかなっていうカードなんですけども、これをですね、なんと現代遊戯王のパワーカードを使うと手札1枚から揃えることが可能になりました。はい、こちらのルートを今日は紹介していこうと思います。もともとね、イゾルデとか整列すると結構1枚からエクゾディア揃う、まあ、ルートは時代はあったんですけども、まあ、現代遊戯王 の、 パワーカードを使うと、まあ、他にもいろいろルートができるということで、まあ、今日はね何を使っていくか、ティアラメンツとかクシャトリラとかの影に隠れてどう考えても悪さをしている史上最強モンスターザンキサーキュラ君、このモンスター1枚から今回は、エクゾディアパーツ5枚を揃えるという、そういうデッキです。はい、これができるようになりました。はい、まあ、こいつも大概ですね、やってることはやばいです。でこれルートなんですけども、なんかツイッターにですね、投稿してみたんですよ。なんかいいルートできたなと思って、そしたらなんかめちゃくちゃ反響がありまして、なんかツイッター上では33万回くらい動画再生されました。今のところね、まだ伸びてますけど、YouTube 君も33万再生くらいいけないかな。ちょ、みんなの力でちょっと YouTube も33万回再生くらい、ちょっとなんか、なんとかなりませんかね。YouTube ってなんかさ、リポストとかいう機能ねえからさ、YouTube もリポスト機能つけてくんねえかなとか思ってんだけど、もはや。まあ、そういうね、劇的最強、劇ビューティフルコンボになってます。はい、で、まあ、ちょっとコンボパーツがめっちゃ多いんですね。まあ、それはそうですよね。5枚パーツ入ってたりとか、その回収するカードが入ってたりとか、もうメタモルポットとかよくわかんない、よくわかんないカードが入ってたりとかするんで、まあ、こういうカードがコンボパーツになってるんで、ちょっとね、誘発をケアする枠があんまなくて、今回は一応、墓穴と、春うらら、それがまあサウラビスぐらいですかね、入ってるのは。ね、今んところですね、誘発ケアがきついぐらいで、まあ、手札1枚からできるっていうところは強いですね。まあ、ちょっとギミックの中に必要パーツが多すぎまして、そのなんか一応スモールワールドとか入れたら一応サーキュラーサーチはできるんですけど、スモールワールドのコストが除外されたらやばいやつがいっぱいいるから。なんでちょっとスモールワールドは今回臭いようになってまして、まあ一応さ、その鉄拳の中には6枚のサーキュラーが入ってるような感じになってますね。はい、まあちょっと動かし方はご覧いただければなと思いますので、早速ね、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。どうも、武藤すごろくです。あ、パーツ引いちゃった。パーツ引いちゃった。うん、なるほど。ね、とりあえず一回、うららチェックしますか。マイニングで。まあ、こういう時はね、うららを持ってるとやばいので、こういう風にしながら、うららをチェックしつつ、パーツを落とす。パーツ引いちゃった場合でも、一応ね、後で、プロキシー F マジシャンとかで盤面に出してからリンク素材にすれば包丁くれるんで、まあ、別に引いちゃっても大丈夫です。2枚とか引くとちょっときついかな。1枚引きは全然大丈夫。で、サーキュラー特殊から、うららなそうなんで、とりあえず展開していきますか。はい、まあ一応ね、サイメットマイニング使わなくても別にサーキュラー1枚引いてればいけるんですけども、まあ一応ね、誘発チェックとかいろいろあるんで、で、レベル42体でオーバーレイエクシーズ召喚現れよ改ざん機ダランベルシアン。まあこいつも大概ですね、やってることは。まあこいつを4スライにすると魔法トラップサーチできたり、まあ3スライにするとレベル4モンスターサーチできたりするのは有名なんですけども、今回は本当現代遊戯王の集大成みたいな感じでパワーカードを無限に使っていくっていうね、パワーリンクモンスターをなんか無限に使いまして、まあ、パワー系モンスターサーキュラーからパワー系リンクモンスターを無限に使いまして、まあ、エクゾディアという、まあ、太古のカードを揃えていくというね、現代遊戯王こういうことできるからいいよな、遊戯王って。あ、昔のね、なんかカードを活躍させるべく現代遊戯王のパワーカードがいっぱい活躍するっていうのが、まあ、遊戯王のいいところですね。でブルルで愚かな埋葬できるんで、これでチーチーのゴーヒロミを墓地を送っていく。でサイバースイッチを、リンク召喚し、ゴーヒロミは後で拾いますね、これで。はい、で、改ざん機ダランベルシアンの効果自身をリリースしてリンク先に、サーキュラー出す。で、サイバースイッチの効果によってリンク先に出たので、なんか魔法カードをゲームから除外すると、儀式モンスターと儀式魔法をサーチングできるという最強効果。ちょ、ツイッターではちょっと解説ができんかったから一応あれするか、解説チックに行くわ。で、ゴーヒロミを特殊召喚して、でゴーヒロミ効果発動して、仲間持ってくる。ほんで一旦ダークナイト出していく。
ダークライトがねリンク先にモンスター出てくると自分の墓地のイグニスターをなんか蘇生できるみたいな効果あるんですけど、まあ、とりあえずサイバネとリチュアルの効果でさっき持ってきた仲間をリリースしてなんか謎の儀式も晒す、はい、誰やねん儀式する、で誰やねん儀式からのダークライトイグニスター効果発動して、自分の墓地のあとこれここのピカリの効果はねちょっと無効になってるんで破棄してください、はい、でピカリ君うるさいから黙ってもらってで、あちなみにエクストラからはねサイバー接続縛りがついてます、エクストラデッキからねだけ、別にメインデッキからとか墓地からとかは別に大丈夫でブルルアットイグニスターの効果でシンクロソンやったので自分の墓地のピカリ特殊してピカリ効果発動して、愛を手札に加えて気合持ってきて、気合っていうあの名前いいよな、で、タブラス効果あじゃなくて、ストーム効果によってタブラス出てくる、でタブラスと、ダークナイトでファイアウォール、まあ、禁止カードですね、はい、まあ時代が時代だったら禁止カードだった、まあ選ったし持ってきたよでイグニスターを、蘇生させて、これファイアダブルファイアウォールです、これファイアウォールドラゴンの下にネオテンペス出すんでダブルファイアウォール、ねえ、こっち何を今してるかっていうとですね、あのあれです、あのデッキの中のカードを全部墓地送りたいんですよ、なんでちょっとあの悪用最強カードをね今出しに行ってます、これキャンセルで、ね、ネオテンの効果発動してクロックアイバーンを墓地に送っておいて、でファイアウォールドラゴンの効果タブラス、タブラスを回収で、送っておいたやつを回収しながら、タブラスの効果を使いまして、こうしてクロックアイバーンを持ってるのにもう一回回収していく、で2体でリンク召喚コード投下インバートで、ファイアーボールのリンク先のモンスターが、離れたのでフィールドから、なのでファイアーボールの効果によって、あちなみにインバートでサイバー接続モンスターだったら一応出せるっていう効果あるんで、まあ、適当に出しておきますか、はい、なんかサーキュラーいるんで、まあ、別にこれしなくても してもどっちでもいいです、でファイアーボールドラゴンの効果でクロックワイバーン、これどっちにしても変わんないんですけど、まあ、一応なんかちょっと、まあ、こういうなんか盤面にモンスターいっぱい並べるよっていう展開ができるっていうところをお見せして、でリンクリボーを出して、はい、サーキュラー別に出してなくてもいいんですけど、はい、とでリンクリボーとファイアーウォールで、一応プロキシーを出しに行けばいいんですけども、こうですね、でここで融合していくと、でプロキシーのリンク先に融合が出てくるとで、手札からなんか攻撃力が1000以下のモンスターをなんか出せるっていう効果あるんで、まあ、これでなんかパーツ引いたらもし、そういうの出していくって感じですね、はい、でほいでサイバースクロック出てきて、あでここでプロキシーの効果発動しないですけど今ないので、これで手札にあるモンスターを展開できます、まあ、あのパーツだったら普通に、なリンクリボーを蘇生してリンクソアにしたりとか、封印されし者 の本体の方だったら普通にその効果モンスターなんで変え、リンクモンスター変えるとかね感じなんですけども、でクロックリザードを出しまして、でクイックリザードリリースすると自分のうちのサイバースクロックをなんかエクサッキー戻しながらもう一回出すっていうのよくわかんない効果があるんで、でこれで、クロックワイバーンと、デッキの中のね枚数をね調整すればいいんですよ、ですね、こうしてここはもう本当リンク数と残りデッキの枚数がちょうど同じになるようにリンクすれば OK で、これで今回はちょうど20なんで、はい、まあ、ここはね墓地の枚数と調整です、はい、でサイバースコープの効果デッキ全部墓地送って打点がアップで、自分の墓地のリンネルサンサラの効果、ゲームから除外すると自分の墓地のレビオニアを回収することができるので、レビオニアを回収していく、でおいおいお禁止になるんじゃないかと言われているムドケル使って、これそろそろね、もうお仲間2人行きましたからねもう仲間4人いた、4人っていうか、まあ全部で12人くらいいたんだけど、もう2人しかないから、12人の仲間が2人しかいなっていうから、やばすぎで封印されし、パーツを全部デッキに戻していくと、これで今デッキの中は全部パーツだけです。で、レビオニアの効果、光属性モンスター3体をゲームから除外して特殊召喚することによって、だから、レビオニアが出てきて、でレビオニアの効果を発動、自分の墓地のモンスター何でも蘇生できるので、ジャンクコレクター、これ皆さん知ってますか、この最強モンスター、これ通常トラップカードの効果がコピれるっていう最強のモンスターなんですけども、これコピーしましてリバースディユースとかよくわかんないカードを、コピーしてメタモルポットを裏守備で相手のフィールド上に投球召喚で、あまりにも遅すぎる無限保養ケアをして、で、AD チェンジャーの効果、
さあメタモルポットを叩き起こす。メタモルポットが叩き起こされるとお互いにカードを5枚出る。カモン。おい。我が名は武藤すごろく、封印を解く者。怒りのどうかエクソードフレイム。対戦ありがとうございました。